奈良の大仏、鎌倉大仏、日本三大仏は、日本にある大仏の中から代表的な三尊を選んだものである。うち二尊は、奈良県奈良市の東大寺にある奈良の大仏と、神奈川県鎌倉市の高徳院にある鎌倉大仏が挙げられる。残る一尊は、時代と共に変遷しており、戦後以降は、富山県高岡市のおさらぎ寺にある、高岡大仏や岐阜県岐阜市の消防寺にある。 岐阜大仏など諸説ある。三大仏の変遷は、京都府京都市の方向寺にあった慶の大仏が三尊目に、挙げられた江戸時代、兵庫県神戸市の農福寺にあった兵庫大仏が三尊目に、挙げられた戦前、富山県高岡市のおさらぎ寺にある、高岡大仏や岐阜県岐阜市の消防寺にある、岐阜大仏などが三尊目に挙げられる戦後以降に、大きく分けられる。 奈良の大仏と鎌倉大仏は江戸時代以前から存在するが、当時三大仏の概念があったという話は伝わっていない。初めて三大仏の概念が大衆に普及した形で現れることを史実として確かめられるのは江戸時代に入ってからだが、豊臣秀吉によって造営された形の大仏が完成した江戸時代初期には同様の概念がすでにあったと考えられる。 豊臣秀吉による刑の大仏は、慶長元年7月13日の慶長伏見地震によって、海岸法要前に倒壊し、遺志を継いだ豊臣秀吉による二代目の刑の大仏は、造営中の事故で溶解した。江戸時代の刑の人々に長く親しまれることになる刑の大仏は改めて造営された三代目のものである。しかし、三代目の京の大仏も、漢文二年五月一日の大見。 山城自身によって損壊、解体され、銅は溶かされて貨幣に変えられた。新しく造営されたのは木造の大仏であったが、完成10年に落雷によって、大仏殿もろとも消失。その後天保年間に再建されるまでの間、軽の大仏は姿を消した。なお、再建された大仏は非常に規模が小さいものであり、三大仏に挙げられるようなものではなくなっていた。 この大仏も昭和48年に火災によって、大仏殿のもろとも消失している。兵庫大仏系の大仏が消失した後三尊目に、挙げられたのは明治24年に造営された兵庫大仏であった。その規模は、かつての系の大仏には及ばないが、長らく空いていた三尊目の座を埋めるには十分であった。しかし、兵庫大仏は、太平洋戦争中の昭和19年に出された、 金属類回収例によって教室される。その後、兵庫大仏は平成3年になってようやく再建されたが、歴史の浅い二代目の兵庫大仏が三大仏に挙げられるかどうかは異論がある。高岡大仏、岐阜大仏、兵庫大仏が教室された昭和時代中期以降、三大仏の三村目に、富山県高岡市のおさらぎ寺にある、高岡大仏や岐阜県岐阜市の消防寺にある。 岐阜大仏や東京都板橋区のノリ、レンジにある東京大仏などが挙げられることがある。なお、岐阜大仏は2017年11月より放映された Google のテレビ CM 大仏を見上げたい編にて日本三大仏として紹介された。岩波書店の工事園は三大仏の項に以下の二節を併記している。AB 高岡大仏観光スポット。 富山観光ナビ。富山県観光。地域振興局観光課。2017年2月7日閲覧。AB。高岡大仏。高岡市。2017年2月7日閲覧。AB 株式会社劣化社。日本三大なるほど雑学辞典 PHP 研究所。PHP 文庫。2009年12月。102から105ページ。 ISBN 978から45億6967万 3677AB ナビーインターナショナルあなたは3つ言えますか日本の三大雑学236原頭者、原頭者、文庫2003年7月322から324ページ ISBN 978から43億4440万3925 A.B. 岐阜大仏フェスティバル実行委員会。岐阜市。2017年2月7日閲覧。A.B. 岐阜大仏。公益財団法人岐阜観光コンベンション協会。2017年2月7日閲覧。A.B. 世界の不思議雑学研究会。図解日本の三大難でも辞典三笠書房王様文庫。2007年3月。82から83ページ。 ISBN 978から4から837964179兵庫おさらぎよしとみじ神戸公式観光サイトフィールコブ一般財団法人神戸国際観光コンベンション協会2017年2月7日閲覧グーグルアプリ大仏を見上げたい編 YouTube ありがとうございます